神智子君。私は日本共産党代表し、環太平洋パートナーシップ協定および関連法案について反対の討論を行います。まず安倍内閣が TPP を最優先課題として、アメリカが離脱を明言した下で慎重審議を求める国民世論を無視して強引に成立を図ろうとしていることに強く抗議します。我が党が反対する最大の理由は、TPP が多国籍企業の儲けを最大化するためのルール作りだからです。今世界中で多国籍企業の横暴によって雇用が失われ、貧富の格差が広がる、食の安全が脅かされ、農業が崩壊する、経済主権と国民主権が侵害され、安倍内閣の言う自由貿易に対する各国民の疑問や反対の声が広がっています。ヨーロッパなどの動きを見ても、今求められているのは多国籍企業のためのルールではなく、国民の暮らしを守るためのルール作りではないでしょうか。 TPP が各分野に与える被害も甚大です。第一は日本の農業に壊滅的な影響を与えるものだからです。米、麦、牛肉、豚肉、乳製品、甘味資源など農産物の重要5項目は除外を求めるどころか、3割もが関税撤廃。 TPP の原則は関税撤廃ですから後戻りはできません。多くの農業者は国会決議違反に怒り、影響資産も信用していません。なぜなら自民党農政に翻弄されてきたからです。農業生産に打撃を与え、地域の共同を窮地に追い込むことは容認できません。第二に、国民の命と健康、暮らしを脅かし、地域経済に深刻な打撃を与えるからです。TPP は22の小委員会を作り、利害関係者が制度の変更に介入できる仕組みが作られます。TPP 委員会は、食の安全安心、医療制度と薬価、保険金融、政府調達など、非関税措置の撤廃を進める司令塔になるものです。日本の制度を形骸化させてはなりません。TPP 協定の発効が不可能でも、アメリカと合意した9分野の非関税措置は生き続けることが明らかになりました。二国間交渉を求めるアメリカの足場になり、さらなる圧力がかかることは明らかです。第三に、ISDS 条項で国の主権が脅かされるからです。仲裁人は多国籍企業で働く弁護士が多く、判決は強制力を伴います。国民の命より外国企業の利益が優先される危険性があります。多国籍企業の儲けのために、食料主権も経済主権も犠牲にする TPP 協定批准に断固反対の意思を表明し、討論とします。